あなたは夢を見ている。どこまでも非現実的な美しく尊い夢を。まだこんな力が残ってたのか。プリンセスナイト、まさかあなたたちがここまでやるなんて。でもこれが最後よ。全て終わらせてあげる。もうやめよう。これ以上戦ってもいいことなんて一つもないよ。願いを叶える。そのためなら何度でも戦えるわ。何度でもね。どうしても戦わなくちゃいけないんだね。迷いは捨てて、そうしないと奴は倒せない。何としてもこの戦いに勝とう。そして叶えよう、私たちの願いを。もう一度だけ私たちに戦う力を。決着の時だ。願いは叶わないの。せめて騎士君だけでもここから。私の邪魔をする者は決して逃がさない。ユイ、危ない。お前たちも全て私にひざまずけ。キチ君、おはよう。ごめんごめん、起こしちゃったわね。まだ寝ててもいいわよ。私も作業に集中したいし、あんたの相手してる余裕がないから。ん？あんた誰って顔してるわね。こっちはあんたのことをよく知ってるのに、初対面みたいな反応されるとやっぱりちょっとへこんじゃうわ。私はまあアメストでも名乗っておくわ。最近はもっぱらそう呼ばれてるから。無理に覚えなくてもいいわよ。どうせすぐに忘れるだろうし。うん、これも夢みたいなもんだから。私は見ての通りボロボロにぶっ壊れててさ、自己修復が終わるまでは動けない。現実に関われないのよね。だから私の代理としてあんたにはガイド役を派遣しといたから、あんたの人生、つまり現実における水先案内人ね。詳しい話はそっちに聞いて。おっと、ごめん、今回はこの辺でお別れしなきゃいけないみたい。もっといっぱいおしゃべりがしたかったけど、現実は残酷よね。でもいつまでも夢は見てられないから。じゃまたね。あんたの人生が、現実が、
幸福なものであるように祈ってるわ。じんめちょろちょろなあかぱっぱ赤っこないてもふったとおるな。およ、お目覚めになられたのですね、主様。私は偉大なるアメス様によって派遣されたガイド役、名前はコッコロと申します。どうぞ以後お見知りおきよ。主様をお守りし、おはようからお休みまで、ゆりかごから棺桶まで、誠心誠意お世話をするのが私の役目でございます。何なりとご用命を、主様。おや、キョトンとされておりますね。ぶしつけではございますが、あなた様のお名前をお聞かせ願えますか。うむ、よかった。私のお仕えする主様で間違いないようです。よもや人違いなのではなどと疑って申し訳ありません。ご不快でしたら何なりと罰をお与えください。無知で打たれようが何をされようが私は一向に構いません。アメス様からの託宣によると、主様はほとんどの記憶を失っているようなので、わけがわからない状態でしょうけど、私がお導きしますのでどうかご安心を。お腹すいた、お腹すいた。はい、心得ております。お昼時ですしね。主様がお目覚めになられたら召し上がっていただこうと、私ご飯を炊いておりましたから。はい、ご飯ありがとうございます。お腹が空いて死んじゃいそうだったんです。ごちそうになります。いただきます。どちら様でしょう。うまい、生き返る。ご飯は命のエネルギー。あー、食べた食べた。いや、助かっちゃいました。見ず知らずの私に美味しいご飯を恵んでくれるなんて、いい人たちですね。一生恩に来ます。ありがとうございます。いや、恵んだというか、気づけば食べられていたというか。わあ、主様のために用意したご飯が一瞬で消え失せましたよ。何なんですか、あなたは。私は、いや、それよりもあの子、
あなたたちのお知り合いですか？あの子とおっしゃいますと。なんだかえらいことになってますね。どなたか存じ上げない方が魔物の大群に追われています。どうしましょう、主様。魔物の群れはこっちに向かってますし、無視もできません。ちゃちゃっと片付けてきますので、二人は避難してください。今助けますよ、そこの人。さすがに魔物が多すぎます。私たちも助成しましょう。ついでに主様に戦い方をご説明できそうですし。バトルでは私たちがキャラとして戦います。基本的に各バトルは自動的に進行いたしますので、敵への攻撃やスキルの発動はお任せくださいませ。どこ？まだ戦うのかな。攻撃をしたり受けたりしているうちに、青いゲージで示されている TP が溜まります。TP が溜まると強力なユニオンバーストを使います。 OK と合図いたしますので、ご指示をお願いいたします。全力全開、細切れですよ。プリンセスストライクギア、すごいね。来ないで。ありがとうございました。おかげで助かりました。危うく食べられちゃうところでした。いえいえ、ご無事で何よりでございました。あなた、どうして魔物の大群に追われていたのですか？その子っていうより、私を狙ってたんだと思いますよ。その子はたまたま通りがかって巻き込んじゃった感じですかね。ごめんなさい、ご迷惑をおかけしました。あなたを、どういうことでしょう。というか本当にあなたは何者なのでしょうか。まだお名前すら不明なのですけど。あ、私も名乗ってなかったよね。私、ユイって言います。本当に助けてくれてありがとう。あ、はい、私はコッコロと申します。こちらは主様です。私たちどこかで会ったことがないかな。おーい、みんなこっちに来てください。何か倒れてる人がいるんですよ。回復魔法とか使える人いましたよね。あ、私回復魔法は得意です。倒れてる人って、どうしたんだろうこの人。私と同じように通りすがりで巻き込まれちゃったとか。見たところ外傷はないけど、なぜか気絶してる。治療とかお任せしますね。まだ魔物がうようよいるので、私蹴散らしちゃいます。みんなはその気絶してる人を運びつつ避難してください。避難しようにもこうも魔物だらけでは身動きが取れませんよ。お腹ペコペコのペコリーヌ様と仮にお呼びしますね。
乗りかかった船です。共に窮地を脱しましょう。おや、ペコリーヌって私ですか？かわいいあだ名をつけられちゃいました。やばいですね。この程度の数なら私だけで軽く殲滅できるのに。うん、助けられっぱなしじゃ申し訳ないもん。私も戦います。私たちも参戦しましょうか、主様。すみません、なんだかドタバタとした出会いになってしまいましたけど、どうかこれからよろしくお願いしますね。ここから始めましょう、私たちの物語を。ようこそ、主様。こちらが主様の冒険の舞台となる世界です。いきなりのことで戸惑われているかとは存じますが、主様の記憶を取り戻すため早速初めての冒険に出発いたしましょうか。クエストに挑戦いたしましょう。今の私たちに見合ったちょうどいいクエストがございます。クエストを経てよりキャラを強化することができれば、主様の向かうところ敵なしとなりましょう。バトルに参加するパーティーを編成いたします。私も主様に降りかかる火の粉を払ってまいります。主様のために。瞬殺してやるわ。それ止まらずに行くわよ。はあ、もう終わりだよね。覚悟はいいかしら。クリムバーストこんなそれ全力全開プリンセスストライク。足を引っ張らずにできたでしょうか。主様、お疲れ様でした。装備品が手に入りましたね。この機に装備の仕方を説明いたしましょう。装備をするとキャラのステータスがアップします。ここではペコリーヌ様に剣と鎧を装備いたしましょう。お一人で装備できるものは6つまでと決まっております。6つの装備を集めればキャラをランクアップさせて、さらに強い装備を身につけられるようになりますよ。時折かけらや設計図といった形で見つかる装備品もあるようですが、入手方法を見ればすべきことがわかるようになっておりますのでご安心ください。この辺りで旅の仲間を増やしてはいかがでしょうか。このままペコリーヌ様、ユイ様たちと共に仲睦まじく冒険するのも私としては構わないのですが、主様をお守りするために少しでも強い仲間が欲しいところです。そこでこの世界の大事な仕組みをお伝えいたします。ジュエルを消費してガチャを引くことができます。今回は私の手持ちからジュエルを提供させていただきますのでご安心くださいませ。おめでとうございます。
軍と一緒に成し遂げるです。心強い仲間が増えたようですね。ガチャの結果、もしすでに仲間になったキャラだった時は女神の秘跡に変換されます。女神の秘跡はキャラのメモリーピースと交換できます。メモリーピースは新たなキャラを仲間にしたり強化したりできる重要なアイテムになります。それでは引き続きクエストに挑戦していきましょう。私も頑張るね。いざ出陣。それで迷わず進めで。ストーン。クラウデ。覚悟はいいかしら。クリムバースト。いよいよ山場ね。それ。それで。はあ。全力全開。プリンセスストライク。お待たせ。光のご加護。大丈夫？誰か怪我してない？メインクエストをクリアしたことによりミッションを達成したようです。複数のミッション報酬が受け取れるようですね。いただいておきましょう。各キャラのレベルはプレイヤーレベルの値が最大となります。ミッション達成によってプレイヤー経験値を得られるので、毎日達成してより強いパーティーを目指しましょう。私から今お伝えできることはこれで全てです。今後もこのように少しずつ仲間を増やし、共に冒険を続けてまいりましょう。